ポイントでコツコツ投資、旅費を貯めたい、NISA成長枠に引っ越し。4月から12月の投資結果、雪氷の旅。概要欄のチャプターリストもご活用ください。買ったものリスト、儲かっている順。2023年12月28日の投資信託の状況です。損益の高い順に並べています。トップ20にはインド系4、ナスダックと SP500 が3ランクイン。最近買ったばかりで利益が出ていないものもあります。ゆっくりスクロールしますのでご覧ください。3814円、含み益率は 5.45% でした。どの種類を買っているの？ファンド名に SP500 がつくものです。野村のは最近買ったばかりなのでまだ利益が出ていません。ファンド名に全世界がつくものです。インド、ナスダック、他に比べて著しく損益率が低いのは最近買ったものです。 SBI と大学も最近購入したものです。トピックス、 V ポイント投資分は全て買い直すので、来年からは初回購入時期による損益の差分はなくなる予定です。新興国、先進国、高配当、
三菱 UFJ。していたので、Vポイントでの積み立てはできないようでした。新NISAでは、成長投資枠で Vポイント投資できるようなので、これまでポイント投資してきたものを積み立て成長枠へお引っ越しさせることにしました。方法は同じ価格での売買です。これまで特別口座で持っていた投資信託を売り、すぐに新NISAの成長投資枠で同日同額で買い直ししました。しかし中には成長投資枠に移せないものがありました。表示のものは特定口座残留です。NISA成長投資枠の対象外のものがほとんどです。日経のナスダックと SBI の高配当は成長投資枠で本気買いするものなので、 V ポイント投資と混ざらないよう特定口座に残しました。2023年の V ポイント投資は含み益 5.45% でした。マイポートフォリオではすでに成長投資枠に移っていました。来年からは買い直しした成長投資枠での再スタートになります。これからもコツコツ100円ずつV ポイント投資を続けます。この動画が参考になりましたら、高評価よろしくお願いします。他の動画もよろしく。チャンネル登録も。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。またね。